なんでこんなに、この高畑勲のですね、演出意図というのは伝わらないのか。だって、ぶっちゃけ、その、世界一と言ってもいいぐらいの演出家監督なんですよ。なのになんでこんなに伝わらないのかっていうと、あの、まあ、今回の、特に今回のですね、蛍の墓っていう作品がですね、文芸だからっていうのもあります。えー、仕事道楽っていうですね、これはあの、鈴木敏夫さんが、えー、まあ、ジブリの面々のことを書いた本があるんですけどもですね、えー、この この76ページにですね、えー、トトロを作ってる時にですね、高畑さんの蛍の墓の話を聞いて、宮崎駿が鈴木敏ちょところにやってきたんで、鈴木さん、蛍は文芸なんですって言って聞くとあ。まあそうですね、聞くと。 答え、るる!」と、「と俺も文芸をすいいうふうふに、宮崎駿が言い出した。、「え、どうするんですかと。猫のバスなんて出してられないですよ。そんなもん出したら文芸作品じゃないっていうふうに言い出したと。でもうびっくりしたんだけど、猫バスだけじゃなくて、駒に乗って飛ぶ部分ももうやらないと。えー、駒に乗って飛ぶ、空を飛ぶなんていうの。 なんてバカなことやってられないですよ、というふうに言い出したと。で、鈴木敏夫は困り果てて、高畑さんのところに相談に行って、宮崎さんがこんなことを言ってますって言うと、困りましたね。猫バスってやめるんですかもったいないですねっていうふうに言ったと。だから鈴木敏夫は、やったーと思って、このもったいないですねっていう言葉をもてパーっと言って、宮崎早のところで走っていて、宮崎さん、高畑さんがもったいないって言ってますよって、宮崎早いが急にご機嫌になって、もったいないんですかじゃあ猫バス出しますって言ったっていう。これ実はなんですけども、 すごいですよね。あの、結局、その、 さっきのですね、あの、ドーラと同じなんですよ。このドーラのシーンもですね、えー、二度とここへは帰れなくなるよっていうふうにドーラが言うと、パズーがわかってる。ドーラが覚悟の上だ,だねっていうと、パズーがうんって強く答えると、ドーラがです、ね、40秒で支度しなっていうふうに言うんですよ。つまり、実はドーラはすごい良い人だっていうのがわかるように書いてる。これはエンタメであって文芸ではないんですね。ちゃんとドーラが良い,い人だというふうにわかるようにセリフが組んである。 これ、あの、エンターテインメントなんですよ。で、なんでかって、エンターテインメントというのは伝えるのが大事だから。で、どんなキャラかっていうのが大事なんですね。しかし、文芸の世界にはキャラという概念はないんですよ。何を考えているのかわからない登場人物を、読者一人一人が、この人は何を考えているんだろうかと考えて、回答を出すのが文芸なんですね。だから、それが文芸なんですよ。だから、高畑伊佐は、ホタルの発火を文芸アニメとして作ってるからですね、一人一人が考えて違う答えを出す。 ように作ってるわけですね。